ソワノはすごいコンパクト町で、まあ、すごくまとまってるんですけど、まあ、歴史的な建物もたくさんあって、自然も周り、自然の中で囲まれて、すごく可能性を持ってる町ですね。そう感じてます。ソワノには自然も人もすでにあります。でここにあるものが、ここにいる人がこんなに素敵っていろんな人に教えてあげたら、ふらっと行ってみたくなります。まずこの町に対する印象は、もうポテンシャルがすごいなっていうのが第一印象でした。自分たちで解決していこうって思ってる当事者の、市民の人たちがいっぱいいて、かつその熱がこうだんだん波及していって、これからどんどんこういろんなものが変わっていく、いい方向に動いていくんじゃないかっていうエネルギーがすごい街だなっていう印象が一番大きいです。私の子供の時代のツアーのはどちらかというと人気のある街で、もう観光客が外から自然と集まってきた街、そういうふうに時代が長く続いてたんですが、やはりその時代の変化とともに、やはりその観光地としての必要性もどんどんなくなってきた。で、まあ、その減ってきた観光客に、伴って、やっぱりちょっとこの街の元気がだいぶなくなってきたんじゃないかなと。ツアーのも日本全国の課題と同じで、多分少子高齢化、あとまあ観光って、まあ今回コロナのこともあって大変だったと思うんです。日本の地域で問題になっていることっていうのは、例えばそれは過疎化が進んでいるとか、あるいはあの産業がこう、あのその地場産業が衰退しているとか、あるいはあのまあコロナだからそういう話じゃなくなったけれども、インバウンドの問題があったりとか。ここにこう歴史的建造物もかなり多いんですが、その家自体もかなりこう古くなってきて、まあ、このままいったらもうどんどん人口が減るだけだなというふうに考えました。で、まあ、その時に私の家もちょっとまあかなり古くなってきたのもあって、まあ、ぜひちょっとこの家をですね、何かの活用をきっかけに町の元気につなげられたらっていうのがまず最初のきっかけです。で、まあ、そこの家の問題から始まったんですが、やっぱり家だけではやっぱり何とかできない。なのでやはりツアーの全体の町をひっくるめて、まあ、何かその元気につなげる活動ができないか。で、まあ、そこで東京で中西さんに出会ってですね、その中西さんと共に、まあ、そこのこう仕組み仕掛けをですね始めたっていうのがきっかけですね。地域の中でこう地域のことを考えるっていう場所がどこにあるのかというと、さっき言った通り なかったと。あったとしても一つの地域の人が固まって話をしているだけで、いろんな人たちが集まってこう地域の話をするっていうことがなかったんですね。であるならば、ツワノ会議というものを、作って、で地域のことを地域で話そうと、まあ、いう、まあ、スローガンを出して、こう地域を考える会議を作る、それをツワノでやると、まあ、いうふうに、まあ、考えたと、まあ、いうことだね。ツワノ会議自体は2019年から始まって、今回、3回目を迎えます。で2019年2020年っていうこう2年間は、もう本当に有志が集まって一緒にやろうというような運営体制だったんですけれども、基本的にそのツワノ会議のいいところって、本当に我々どんなミッションが来るかもわからない状態でアドリブでやってる面白さがあって、そういうアドリブでやってるそのなんていうかな、瞬間瞬間楽しめれるようなところがお客さんというか会場の方にも伝わったんであれば、そういう感覚で地域まちづくりをしてくれるとすごく嬉しいなと。何か計画しないといけないとか、何かしら頑張らないといけないっていうんじゃなくて、本当に気持ちよくやってくれたら、それが一番楽しい街づくりじゃないかなというふうに思いました。今日来てくれた
いろんな人たちっていうのは東京に限らずいろんなところで活躍している。でそういう人たちを、まあ、ツワノに来てもらって、そして話をしてもらう、でその話をツワノ以外の人も来て話を聞く。いろんな場所からツワノに来て、その話を聞く。でそしてみんなでツワノに限らず違うこう地域の人たちと、もっと大きな普遍的な地域のことを話をする、そういうことを、まあ、オーガナイズするという立場に自分はいるのかなと思ってます。今日のカンファレンスはとても良かったと思います。第一部のカンファレンスでは地域と市民という話ではあったんですけども、すごく活発な意見も出てきたし、まあ、2回目の午後からも学生高校生たちの意見を聞きながら楽しくやらさせてもらいました。ツワノ会議では結構デザインの話になったと思います。デザインがただかっこつけるためじゃなくて、それは同じようにまちづくりもただ街をかっこよく作るんじゃなくて、本当に人と人とか人と街の関係がより豊かになっていく、楽しくなっていく、そうすることで一人一人の人生がより充実していくということを目指して活動していることが、そのことについて深く話ができたと思っています。アンカンファレンスは、まあ、町の中に出る、まあ、会議場でずっとカンファレンスの時いるんですけども、すごく、まあ、ずっと座りっぱなしで眠くなるとか、まあ、そういうこともあるので、まあ、外に出た町を、まあ、カンファレンスの場所として使うことだと理解したんですね。こういうマルチセクターというか、たくさんの多様な人が薄く広くつながって、それぞれが共感して仲良くなったり、あるいはこう僕もね、今日初めてツワノに来たんですけど、これで少しだけ関係者になった感みたいなのが、何人かの顔が分かったっていう、こういう状況になるっていうことがすごく重要だっていうのは、僕いろんなとこで実感してます。実際こういう場をいろんなとこで作ってもきました、今まで。それやっぱりこう無形のものなんだけれども、そういった場所から始まる出来事ってすごく大きくなることがあるんですよね。やっぱりそこに住む人が好きだと思えるような経験をちっちゃい頃から積んでもらうっていう、ふるさと教育っていうのはすごい一つ大事なことだと思います。もう一つは、今そこにその土地に住む大人たちが好きなことやってること、楽しいことやってること、仲間がいること、とっても大事にしているのが、やりたいことをやりたい時にやりたい人がやりたいだけやるって。地元の協力がなければ絶対できないですよね。でその中でもやっぱり津和野高校がやっぱり大きな、まあ、存在です。で津和野高校の高校生たちがこう、まあ、下準備を手伝ってくれたりとかしてくれること、で彼ら自身が一つの大きなコンテンツとしてこの津和野会議を構成しているということが、まあ、大きいです。津和野高校の生徒がたくさんボランティアで関わってくれています。なので、その子たちが、大人と津和野会議に参加する大人たちと、コミュニケーションが取るきっかけを作っていく、高校生の学びの機会っていうものを作る、そういった役割を担っています。タゴハウスアネックスは基本的にはちょうど10年ぐらい前まで喫茶店として使われていて、でその後ですね、源氏巻屋さん、まあ、津和野のメーカーの源氏巻屋さんが入ってたんですが、そこもちょっと閉店してしまって、もう本当の空き家状態になった状態です。なんですが、ちょうどスクランブル交差点があるということと、津和野高校とですね、ちょうど駅との中間地点にあって、必ずそこを通らないと高校生は、まあ、帰宅できないと。でちょうどいいところにあるそこの空き家をぜひその津和野高校と一緒に何かその拠点として作れないかなということで、タゴハウスアネックスっていうのをまず高校として使ってくれないかと、まずそこの投げかけに対して、ぜひ高校生も何か使いたい、
で高校生が、の思いとしては、自分たち、グローカルラボだけというか特定の高校生だけじゃなくって、もっと多くの同級生だったり、もっと多くの高校生が、タゴハウスアネックスに、集まれる、そういった居場所になることを目指して、アイデアを考えていました。あとはその後は、その後将来的には、たくさんの大人の方とか地域の方とかと交流する拠点になるように、そういった思いを込めて、空間デザインを考えていったという経緯があります。そこの1年生が今回、私が拠点としているオフィス、タゴハウスアネックスの2階を、空間作りをしてみたいと、言ってきてくれたことをきっかけに、コンセプト作りから、どんな場にしたいかっていうのを、数ヶ月間伴走してきました。今回ツアーの会議で、皆様に、見ていただいたのは、高校生が2階で PHA の2階でやってみたいことを、展示という形で、プレゼンテーション、できたかなと思います。今回のこのツアーの会議は、まあ、そういうあのセンターの大きなミッションともすごくなんていうか近しい共有する部分が多いあの会議だというふうに思ってますの で特にあの例えばツアーの高校なんか関わってたりすると、やっぱり学校と地域とそれから大学がこうどういうふうに関わっていけるのかっていうのはすごくあの今後の僕らにとっての課題でもあるし、あの今一番考えなきゃいけないことかなというふうに思っているので、すごく期待をして参加しています。コーデザインセンターっていうのはあの大阪大学に新しくできたあの4年ぐらい前にできたセンターなんですけど、あの主に大学院の学生にあの大学院生がこう自分の研究をやりながら、研究以外のところで自分の研究の内容を社会とどういうふうに結びつけて考えていけるかっていう、そこのあのハブの部分っていうんですかね、あのコネクションの部分を、まあ、授業を通じて作っていきたいというのがあの大きな、まあ、ミッションだと思います。昔から残ってる自然であったり街並みっていうのは変わらず残ってるの でそこについて、そこの、まあ、ポテンシャル、そこのこう有効活用といいますか、自然とともにですね、本来人間が本当に必要なものをあのこのツアノで感じられるような場所として、皆さんにもよく知ってもらって、で皆さんにもまあぜひあのツアノに寄ってもらえるような、観光資源としてじゃなく寄ってもらって、あのできればその若い人から年寄りまでの人口比率もいい状態に戻って、またあの町として活動ができるような状態になってもらえたらなというふうに思っています。ツワノ会議というものをツワノだけじゃなくていろんな地域でやってみたいなと。で今日あの参加者の方は沖縄の、石垣島から、まあ、いらっしゃっていると。で石垣島でこんなことができたらいいなと、まあ、思ったりするんですよね。であの九州でもやりたいし東北でもやりたいと思ってる。でそういうなんかあの会議体をあのこうみんなでこうシェアできればいいなと。で今ツワノだけしかやってませんけど、まあ、例えばオリンピックは東京でやった後は、じゃあ次はどことか、まあ、パリだったりロサンゼルスだったりとかやりますよね。でそんな大都市じゃなくてもこれはできるので、じゃあ次はもうちょっと同じ規模 の違う場所でこれをやろうとか、まあ、いうようなことが、みんなでできるようになればいいなというふうには思いますけどね。